よいしょ。はい、皆さんおはようございます。ドン吉でございます。本日は3月の17日朝のね10時過ぎでございます。今日何の日かと言いますと、ついにですね、大手キャリアの 20GB プラン始動ということで、ドコモ、au、ソフトバンク3社 20GB プランこれから発表されていくんですけど、その一番として本日ソフトバンク系の LINE もこれがねサービスインすることになりました。こちらのプランは従来から言われている通りオンライン専用プランということになりますので、実際にねどういう風な手続きをしていくのか、どういうものが必要なのかとかいうところについて、実際に LINE のページを見ながらどういう情報を入力していくのかとかね、その辺の情報についてまとめていければという風に思います。申し込みたいんだけどオンライン手続きなのでちょっとハードルが高いんだよねという方の参考になれば幸いでございます。ということで今日の動画行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、このように画面を出しながら進めていきたいと思います。一番最初にまずこの LINE もどういうプランなのかということについておさらいからいきたいと思います。はい、もう非常にねホームページの方も綺麗にまとめられております。わかりやすいね。はい、でまずね 20GB 使えて1月2480円で使えます。税込み価格で言うと2728円になります。次に LINE もオリジナルになりますが、 LINE のトークや通話で使ったギガ数っていうのは先ほどの 20GB には含まれませんということで、頻繁に LINE を使う方にはおすすめだねなんて言われております。続きまして電波ですね。 LINE もはサブブランドなんじゃないかっていう話もありましたけど、そんなことはなくてしっかりソフトバンクのメイン回線と同じエリア、そして回線品質で提供しますよっていうのがこちらの LINE もの内容になっています。そして 5G ももちろん使えますよ。通常の電話は国内通話の定額オプションというのが準備されていて、5分間のかけ放題と通話し放題のオプションそれぞれ準備されています。料金が5分間のかけ放題が550円、これ税込み価格です。一方で国内通話し放題の方が月額1650円税込みで利用することが可能になっています。こちらのプラン 20GB 使えるんですけど、 20GB を超えてしまった場合にも最大 1Mbps の通信速度で通信ができるので、 YouTube なんかを見た場合でも 360p とある程度の画質では見れるのかなといったようなある程度の速度が維持されます。そしてこちらのプランは eSIM にも対応しております。で最後になりますけど、改めてこちらのプランはオンライン申し込み専用のプランになっていますので、その点については注意が必要でございます。はい、そしてこの LINE も移行したいよっていう方、 LINE も検討しているよっていう方にはぜひ知っておいていただきたいことをお話ししたいと思います。 LINE もにすると何ができないのかっていうのもね、なんとこのホームページの方にまとめられているので紹介したいと思います。まず一つ、キャリアメールが利用できなくなります。今までソフトバンクだったらsoftbank.jp っていうメールアドレスが書いてたんですけど、この LINE もにするとそのメールアドレスは使えなくなります。今現在総務省の方でこのメールアドレスをオンライン専用プランにしても使えるようにしてよっていうことで、ソフトバンクだけではなくて au、ドコモそれぞれ 20GB プランすべてキャリアメールが使えなくなるのをなんとかしてほしいということで要望は出ているんですが、現時点ではこのキャリアメールは使用できなくなっています。そして二つ目です。二つ目はこちらの LINE もは LINE も専用のスマートフォンの販売は行わないそうです。なので基本的に LINE もで使用する端末はご自分で入手する必要があります。はい、そして3つ目は先ほどオンライン専用ですと言った点になりますが、こちらは店舗での契約はできません。量販店とか大型ショッピングモールなんかに行ってもこの LINE の契約はできないのでご注意ください。はい、続きまして4つ目ですね。4つ目は携帯ショップとかキャリアの問い合わせ窓口に電話などで相談することができないという点が挙げられます。ソフトバンクブランド、あと Y モバイルブランドの場合はそれぞれねショップでの対応電話相談というのが可能なんですが、こちらの LINE は基本的にはオンラインチャットでのやり取りになるので、その点も注意が必要です。5つ目は家族割やインターネットのセット割といった割引サービスが受けられなくなりますということです。で今までね家族みんながソフトバンクに入っていると割引が受けられたり、ソフトバンク系の固定回線を引いてた方は割引を受けたりできてたと思いますが、こちらの LINE もについてはそういう割引は対象外になります。6つ目です。6つ目は留守番電話転送電話が非対応ですということですね。そして7つ目、これねソフトバンクとか Y モバイルの大きな特典だったんですけど、 Yahoo プレミアという特典がこちらのプランは受けることができなくなっています。なので Yahoo ショッピングとかで大量に毎月購入したりする方とかね、そういう特典たくさん受けたいよっていう方は Y モバイルとか、あとはソフトバンクブランドとかそちらで契約した方がいいと言えます。
そして最後になります。で最後はですね、こちら、キャリア決済ができませんということです。このキャリア決済って何ってことなんですけど、どこどこで物を購入したりするときに、毎月の携帯料金と一緒に、その購入した商品の請求をしてもらえるというものです。現時点では提供はないということなんですけど、今後提供がされるっていう場合には、改めてちゃんと時期などが告知されるということになっております。はい。ということで、ここまでが LINE モでできないことの一覧になります。続きまして、LINE モで受けられるキャンペーンについても、ちょっと軽くね、触れておきたいと思います。現在やられているキャンペーンは大きく2つです。事前キャンペーンっていうのがやられてたんですが、昨日3月の16日で終了していますので、ここでお話しするのは17日以降、提供開始された以降に受けられるキャンペーンの内容をお話しします。まず一つ目は、通話オプション割引キャンペーンっていうのがやっています。本来であれば、5分間の定額、またはね、国内の通話し放題っていうのは、定額オプションで、税込みで550円から1650円支払う必要があります。ただし、今回、この LINE モのプランに申し込みすると、このプランに加入してから1年間、通話定額が税込みで550円引きになります。つまり、5分間の国内通話し放題が、実質無料で、1年間限定ですが、利用することが可能になっています。友達とは LINE でいいんだけど、どうしても仕事の電話とか、そういうので通話はよくするんだよっていう方は、このオプション、1年間無料で使えるっていうのは大きいんじゃないでしょうか。もちろんね、通話定額の1650円かかる方に対しても、毎月550円の割引になるので、実質は1100円ぐらいで1年間通話し放題が利用できることになります。参考にスマホプランの料金イメージっていうところもお見せしたいと思います。こちらに書いてあるんですけど、通話定額を入れた時の金額ですね。こんな感じになりますよということで書かれています。キャンペーンの期間ですが、今のところは終了日未定ということなので、まだね、しばらくの間はやられるんじゃないでしょうか。もしかすると他社との兼ね合いで、もうずっとこのプラン500円引きっていうのは存在しちゃうかもしれませんね。ちょっとどうなるかは未定です。はい、そして二つ目です。で、二つ目は、LINE スタンププレミアムポイントバックキャンペーンということで、今回の LINE モの売りでもある LINE、それのクリエイターズスタンプを使い放題にしますよというキャンペーンです。あまりね、LINE は詳しくないんですけど、この LINE スタンプを使えるポイントとして毎月付与がされるようですね。今のところこちらのキャンペーンについても終了日は未定ということになっています。はい。ということで、以上がキャンペーンの内容になります。はい。ということで、お待たせしました。ここから、実際に、LINE もオンライン手続きをしていく手順に従って、やっていきたいと思います。先に言っておきますが、僕はね、今のところ LINE もに申し込むつもりはないので、想定ということで手続きをして、できるところまで皆さんにお見せしていくという形になるので、その点はご了承ください。申し込みはですね、こちらの LINE モのページ、トップページに今すぐ申し込むというのがあるので、こちらから申し込みます。そうするとですね、こんな画面になります。なんかもう見るからにスマホの画面のようですよね。今表示しているのはパソコンの画面ですが、スマホの画面でも確認したところ、表示は全くね、一緒でした。パソコンとスマホで違いが一つあります。それが eSIM を申し込む場合は、スマホでしかできないという点です。この LINE モは、冒頭にも説明した通り eSIM っていう物理 SIM ではなくてソフトウェア SIM で契約することが可能です。こちらの場合は最短でもう即日開通できるっていうのが利点なんですけど、その手続きをしたい場合には、必ずスマホの方から申し込みを行ってください。物理 SIM でいいよって方は、パソコンでもスマートフォンでも OK です。そしたらですね、実際に申し込む前にということで進めていきます。まずね、ナンバーポータビリティなのか新規なのかということで入力していきます。ナンバーポータビリティの場合は、どこから転入するのかというところを入力する感じですね。こんな感じでいくことになります。今回パソコンからの設定になるので、SIM カード、物理 SIM の方で進めていきたいと思います。eSIM を選びたい方、パソコンからはこのようにグレーアウトになっているので、必ずスマートフォンの方で見てくださいね。実際にスマートフォンで手続きするとこんな感じになります。はい。eSIM を選択すると、未成年者の方は契約できないとか、そういう方の注意事項も出てくるので、必ずそちらの方のチェックもしてください。じゃあ、ずーっと下の方に下ろしていきます。そうすると、お申し込み前に準備していただくものということで、運転免許証、マイナンバーなど、本人確認書類を準備する必要があります。健康保険証、残留カードというのでも登録が可能です。これ残留カードって海外の方とかのことを指すと思いますが、保険証と残留カードの場合には、補助資料として、実際にね、お家に届いた郵便物とか、そういうものを提出する必要があるので、その辺も覚えておくといいかもしれません。運転免許証とかマイナンバーで手続きするのが楽ちんということですね。で、SIM ロック解除された端末ちゃんと準備してねって、LINE モでは販売しませんよっていうことで念押しですね。
で、MNP の予約番号。これね、結構厳しいんですけど、MNP 予約番号の有効期限は10日以上なんですね。10日以上。これ結構、取り立てのもので手続きしないと間に合わないっていう感じになると思います。ナンバーポータビリティは、今使っている会社さんの方で電話、あとウェブ手続きで番号を発行してもらうということになります。そして支払い、クレジットカード専用になりますので、クレジットカードを準備してくださいということですね。さらにですね、本人が手続きする場合じゃないもの、あと未成年の方が手続きする場合、などなど、必要な書類についてもこちらにまとめられているので、まあ、対象になる方はこちらもチェックしてくださいね。ということで、まあ、利用開始までの流れというのが表示されて、実際に手続きっていうところに入っていきます。はい。この手続き自体は、1,2,3,4,5,6,7,8個ですね。大きく8個の手続きからなっているようです。このもうプランの申し込みとかの画面が2つ目の手順になるようです。プランの選択、今回 20GB の LINEMO のプラン、これだけになりますので、もう選択する必要はありません。通話オプションですね。通話オプションどうしますかということで、5分間通話し放題、そして不要な方はなしということで選択します。ね、キャンペーン価格もこちら適用されています。まあ5分かけ放題でいいかな。で続きまして、お客様情報の入力に進む。はい。そしたら、乗り換えの予約番号ですね。適当に入れていけるかな。これ、あくまで仮で入れてますからね。で、契約者についてですね、国籍入力、そして名前。トンキチ太郎。名前を入力しました。性別、男性、生年月日。次に、連絡が取れるメールアドレス。ということで入れていきます。これも適当ですが、とりあえず入れました。日中に連絡が取れる番号ということで、先ほどの番号を入力します。ここは先ほど の今回乗り換える番号と同じ番号ではダメみたいですね。はい、これで OK です。ということは、これ電話回線、携帯1回線しか持ってない人は、ここ入力できないっていうことになりますね。手続きが進めないね。どうすんだろう。はい。ではですね、ここで住所を入力していきます。こちらは、郵便番号を入れると自動的にその候補が表示されるようになっているので、入力して自分の住所を選択してください。仮住所をちょっと入力しようと思ったんですが、うまく表示されないようなので、実際の住所をちょっと入れてみたいと思います。はい。続きまして、利用者ですね。誰が利用しますかということで、自分が利用する場合は自分。家族が利用する場合には下ですね。クリックします。家族が利用する場合には、今、自分の情報を入れたように家族の情報を入れてあげる必要があります。まあ、ここではちょっと省略も兼ねて、自分で利用するということで進めていきたいと思います。続きまして、ネットワーク暗証番号ですね。これ数字4桁の数字です。いつも携帯買うときに決める4桁の番号になります。絶対に番号忘れないようにしてくださいね、ということなんで、忘れないようにしてください。あ、例えば数字4桁、同じ数字入れると警告が出ますね。同一番号とか、連番はね、使用できなくなっているようですね。適当に入れたんですが。はい。そしたら次にクレジットカード情報ですね。ここも実際自分が使っているクレジットカードを入力してください。冒頭にお話しした通り、これは支払いがクレジットカードのみなので、口座払いだったり、あとデビットカードやプリペイドカードによる支払いもできないので、その辺は注意してください。じゃあ実際にちょっと入力してみます。やはり適当な情報だと入らないみたいなので、実際の自分の楽天カードでもちょっと入力してみます。はい。ということで、ここまで来ると、本人確認画面をアップロードするっていうのが紫色にこう明るく光るので、これで次のステップに進むことができるようです。次の画面が本人確認画面のようですね。まず本人確認書類の選択ということで、何を自分が本人確認として提出するかっていうのをここで選んであげます。運転免許証だったり、マイナンバーカード、あと障害者手帳とかね、一応対応できるものすべて書いてあります。補助資料が必要なものは補助資料というふうにプラスで書いてあるので、非常にわかりやすくなっているかなと思います。運転免許証。ちなみにこれ補助資料にすると、ちゃんとね、補助資料を何を出すのかっていうのも選択できるようになるようですね。ちょっとここ省略を兼ねて運転免許証にしたいと思います。はい、じゃあ運転免許証の場合、こんな感じで出るようですね。有効期限内であることとかね。明るい場所でちゃんとピント合わせてねとか、そういうことも書かれてますね。画像選択または撮影するということで押してあげます。ここ、そこの場合は事前に免許証なんかを写真でちゃんと撮っておいて、そのファイルを指定してあげるという形になります。スマートフォンの場合にはカメラがね、起動して、その段階でカシャって撮影することができると思うので、その手順に従ってやっていただければと思います。はい。そうするとこちらでよろしいですかということで表示がされます。ボケてたり、小さかったり、あと光が当たってたりすると、これ審査時間かかりますよってことが書かれてますね。これ OK を押します。はい。そしてね、これ免許証特に多いかなと思うんですけど、運転免許証に書かれている住所が引っ越しとかをしていて、裏面に書かれているよっていう方いらっしゃると思うんですよね。そういう方の場合は、この下、
本人確認書類に記載の内容は申し込み内容と一致していますかというところがあるので、そこから氏名または住所のいずれかが異なりますというところを選びます。はい、そうするとですね、補助資料のアップロードっていうのが出てきて、この中にね、運転免許証の裏面とかっていうのを選択することができるようになってます。健康保険証とかの場合はこの公共料金領収書とかね、あと住民票記載事項証明書とか、この辺を選択してあげて、その画像をアップロードすることになります。ここも省略を兼ねて一致しているということで進めていきます。では申し込み内容の確認に進むということでいきます。そしたら申し込みの確認ですね。契約部分は乗り換えです。タイプはSIMカードです。利用料金、契約時の支払いは0円。これ事務手数料0円ということになっているので0ですね。で、毎月の支払いは税込み2728円です。もろもろ先ほど入力した内容がこちらに書かれているので、問題かないかを確認していただいて、重要事項の確認に進むというところに参ります。はい。そしたら重要事項の説明。これよくね、携帯ショップとか行くと、一緒にチェックお願いしますみたいな感じで言われる内容です。それをウェブ画面で確認していくという手順ですね。必ず以下すべてのリンクをクリックしてくださいということなんで、ここね、開くってとこクリック。はい、SIM カード、eSIM 契約時のご注意、携帯電話の基準適合証明などに関して、次にこちらですね、お申し込み通信サービスに関する重要事項というところでこちら押します。はい、そうすると LINE モの通信サービスの契約約款とか、いろいろね、約款のものがあるので、こちらを全部チェックしていく必要があります。ちょっと大変ですけど、一個ずつポチポチポチっと押して内容を見ていただくしかないのかなと思いますね。そうすると、こちら、今紫だったのが色が変わって、上記に同意するというところがクリックできるようになります。こちらクリックしてあげて次に行きます。通信の秘密事項に関する同意事項。こちらも内容を確認していただいて同意する。契約書、郵送についてということで、こちらもチェック。最後、最終確認ということで、契約に関する書類とかをちゃんと確認しましたよとかということで、最後、上記に同意するということで入れます。はい。ここまで来ればもう最後です。上記に同意の上、申し込みを確定すると。はい。これをポチッとしてしまうと終了でございます。はい。ということで皆さんいかがだったでしょうか。こんな感じで LINE も手続きができるのかなといったところです。ある程度インターネットの手続きなんかができる方は特段問題なくできるんじゃないかなというふうに思います。実際にかかった時間ですけど、今は僕撮影しながらオンライン手続きをやってたんですけど、まあ、ざっくり言って20分ぐらいです。重要事項とかの確認はちょっとしっかりはできてないですけど、それ全て読んだとしても30分以内ぐらいでできるんじゃないかなといった印象でございます。あと、一つお話しし忘れてたんですけど、こちら、事前エントリーっていうのが3月の16日まで行われていました。この事前エントリーっていうのは、メールアドレスを登録して、で、今回、この17日以降に申し込みをすると、PayPay ポイントがキャッシュバックされるっていう内容なんですが、この PayPay ポイントのキャッシュバックに関しては、その事前エントリーしてたメールアドレスを今回の登録に利用する必要があります。なので、必ず事前エントリーをしている方は、登録したメールアドレスを今回の申し込み内容に反映してください。そこを忘れるとね、事前キャンペーンせっかく申し込んだのに、利用対象外になるので、注意してください。はい。ということで、本日の動画はですね、3月17日から、申し込みが開始されたソフトバンクの 20GB プラン、LINE もを実際にオンライン手続きで申し込んだらこんな感じということで、画面を見ていただきながら手続きをしてまいりました。これから手続きする方の参考になれば嬉しいかなというふうに思います。思ったよりもね、ハードルも低いんじゃないかなというふうに個人的にも思うので、オンラインなんで手続きちょっとなと思っている方は、この動画を見ていただきながら、手続きしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。あくまで僕ちょっと撮影しながらこんな感じですように見ていっているので、もしかすると説明とかがちょっと不十分なところもあるかもしれないので、その点はね、インターネットで調べてもらったりとか、画面の方にチャットで質問っていうのもあるので、そちらの方で聞いていただきながら手続きを進めると早く済むんじゃないかなというふうに思います。ぜひこの動画が役に立ったよっていう方がいらっしゃれば、コメントいただけると嬉しいかなと思います。ということで本日の動画は以上にしたいと思います。ちょっとでも役に立ったなっていう方はぜひいいね評価、あとチャンネル登録もしていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。